高原しぐれです。今回もよろしくお願いします。名探偵コナンのこちらドン、20周年記念の時にできた絵ですね。こちらクリアファイルを本日ご紹介いたします。こちらはですね、原作20周年の時のイラストになるんですけれども、こちらが2014年ですね、発売されました。この年からですね、コナン展がスタートしてですね、今全国各地回って、つい最近福島も行ってたんですけども、その前は新潟とかあちこち行って、で東京はですね、東京関東近辺はですね、赤レンガからスタートしてやってたんですけど、私1回も行けておりません行きたい、行きたい、行きたい、もう全部濁点つくぐらいな気持ちで行きたい。またやらないかなって思ってます。でもあれだよね、コナン20周年でこんだけわーってやったけど、もうすぐ原作25周年なんだよ、四半世紀になるんだよ。またなんかやるかなって思いながら、本当に郷翔先生、長く本当にすごいよね。25年も同じ作品をずっと続けてる方々でもいるけどすごくないかと思って、いやもう25周年もこういう感じで本当に大々的にいろいろやってくださること私は期待しております。コナン展また本当にやってほしい。ぜひ行きたいので、これね、この状態の寸大のものとかあるらしいので、もう、ね、写真だけはいっぱい見てるんだよ、いっぱい見てるんだけど実際に行ってないからさ、行きたいなと思うので、ぜひまたこういうグッズとかあったらね、その時はもちろん現地で買いたいと思うので、ぜひぜひこれからも郷翔先生、そしてキャストの皆さん、スタッフの皆さん頑張ってください。高原しぐれでした。20周年記念のクリアファイルでした。さらば。